どうも皆さん、ヒカキンを越したいな TV です。今回はですね、アクアの妻恋でのライブのですね、チケットの、先行抽選の結果を発表していきたいと思います。では、今からですね、こちら発表、させていただければと思います。妻恋ですね。まあ、2日目が当選しました。はい、よかったです。ですね、まあ、連番し、ね、連番する子と、まあ、一緒に、行く予定なんですけども、連番者はね、ちょっと土曜日に応募してもらったんですよ。ちょっと、そっちはまあ、外れてしまったんですけどね。うん。なんで、ちょっと一般にかける予定です。で、自分代表者と連番者が、まあ、被っちゃいけないらしいんですよ。例えば、自分が連番者と、一緒に日曜日に応募するじゃないですか。で、連番者の子も、自分が同伴者で、一緒に日曜日応募しちゃうと、どっちかけされちゃうんで、なので、そこは、自分が、じゃ日曜日の応募して、連番者の子は土曜日で応募してって分けたんですね。でそしたら、まあ、自分が応募した方は日曜日当たったんですよ。でもその子が応募した土曜日は外れたんで、まあ、あの自分とその子は、まあ、日曜日に参戦するんですけども、まだちょっと土曜日には参戦できないと。だから、今からね、一般抽選か。一般抽選の方もね、まあ、これはまあ自分と、ちょっとその子どっちも土曜日応募しようかなと。理由としては、ぶっちゃけ、あの、どっちも土曜日に応募したら、どっちかが無効になるんですよ。どっちかが無効なんですよ。ぶっちゃけどっち無効になっても自分とその子はもう土曜日しか応募しないんで、まあ逆に言うとどっちか当たればいいっていう感じなんですね。はい。まあ多分その子が当たってないんで、その子のアカウントの方が当たりやすいと思うんですけども、一応自分も応募してその子も応募して、で両方無効になることないと、一つしか無効にならないと。だからじゃあどっちも応募しちゃえばいいよねってことで、今からそのね、土曜日、まあ、一般抽選当たると思うんだ。うん。まあ、あの、この後ちょっと理由を言いますね。今回の妻恋、選考か、妻恋選考に関してはですね、結構8割ぐらいもう当たってんのかな。俺がね、ちょっと前にね、あの、妻恋の、あの、当選状況、これ。まあ、41票しかなったってね、こういう状況、見えるかな。見える？これ。ちょっと見にくいか？うん、まあ、こういう状況でね。まあ、簡単に言うとね、両日当選が41票ね、全部で。で、そのうち、両選当日、あ、両日当選か。12%。1日目当選 32%。2日目当選 34%。両日落選 22%。ってことで、まあ、8割ぐらいがもう受かってると。まあ、妻恋だし、言うてコロナの影響で、まあ、なかなか行けない人、あと、距離的にも遠いからなかなか行けない人で、一応8割受かってる。両日当選がまあ1割ぐらいか。で、片方当選が、1日目がまあ 30% ぐらい、2日目が 34% っていう感じですね。で、これ、浩平さんも、うん、確か出してると思うんで、この当選動画。で、浩平さんの方がもっとなんか200人ぐらいかな、投票してくれて、でも大体変わってないです。大体、あの、やっぱり、あの、投票結果同じなんで、まあ、8割ぐらいが受かってるかなと。うん。っていう感じですね。あと、シリアルですね。シリアル。シリアルの枚数はどうだったかっていうと、こういう感じですね。これもちょっと見えますかね。こういう感じなんですよ。てか、あの、俺のなんか、サブアカ出ちゃったけど、気にしなくて。あの、俺サブアカ時代遅れっていうサブアカでやってるから。うん、まあまあまあ。まあ、それは別にバレてもいいんだけど。妻恋シリアルね、1枚当選。1枚当選が 48%。だから約半分。半分ぐらい、あの、1枚で当選してんだよね。俺10枚応募したのにね。
なんかアクアのフォースだって、フォースライブも確か1枚当選の人がなんか多かったっていう。で、あ、ちなみにこれ投票数48票ね、8票のうち、まあ、20だから4人、3人とか、まあ、20人ちょっとが1枚当選、1枚で当選。で、17% が2枚で当選。で、一番少ないのが3枚で当選4人。でも大体さ、シリアルって3枚応募すれば当たる感じなんだけど、もしくは3枚で応募した人が少ないのかな。で、4枚以上で当選が 31%。まあ、元はといえばドームツアーで使う予定だったからね、俺もだから10枚持ってたから、10枚応募して、まあ、なんとか当たったっていう感じ。でも1枚当選で、の人はちょっと羨ましいなって、1枚までも、うん、アクアに貢献できたっていうのは10枚でもいいか。で、これは、まあ、ツイッターとか、まあ、いろいろ、まあ、知り合いとかでの感想なんだけど、基本、ソロ参戦、ソロキャンじゃなくて、ソロ参戦する人、ソロ参戦の人が当たってるイメージだなって、まあ、掛川だからね、ちょっとゆるキャンなんだけどね、あの、妻恋掛川だから、ゆるキャン1話だけど、まあ、ソロで、短板でやってる人の方がなんか当たってるんじゃないかなっていう印象と、あとグッズ付きのチケット代1万6000円の方ね、1万1000円じゃなくて、グッズ付きの方が当たってるなっていう印象をちょっと受けたけど、ここに関しては、うん、まあ印象論でしかないからね、実際統計したわけ、あの、集計したわけじゃないけど、なんだけど、浩平さんに関しては、まず、あの、グッズ付きじゃない、あの、普通の通常の1万1000円で、しかも連番。で、かつ、両日当選。ね。いや、さすが浩平さん。もう浩平さんでもオタクマウンティング大好きだからね。てめえらとは違えんじゃプリャーみたいな。浩平様、この浩平様を見習いなさいと。やっぱ浩平様違えなと。だって、グッズ付きじゃなくて普通のチケットで、かつ両日、ね、連番者ありで両日当選とか。ね、まあ、その分、あの、浩平さん言っとくけどね、まあ、どっちも、あの、最後尾だと思うんで、ね、と思います。で、自分はね、あの、まあ、結局、まあ、日曜日しか応募してないっていうのはあるよ。でも、連番者が土曜日で応募して外れたってことは、まあ、わかるわけじゃん。ってことで、自分は、あの、ね、ちょっと浩平さんには大変、あの、申し訳ないんですが、あの、最前の真ん中、確定です。日曜日。おめでとうございます。ございやーす。ね。自分は日曜日は、最低でも最前の真ん中。土曜日に関しては、ちょっとまあ、後ろの方で気違いしようかなと思います。浩平さんはね、最速先行の、あの、最後尾だと思うんです。もう自分は、まあ、まあ、ぶっちゃけ先行抽選当たんなければ、どこでもいいよ。どうせクソ席なんで。クソ席で水鉄砲とか UO とかなんか、馬娘とかで暴れたいと思います。で、日曜日最前の真ん中で、呪文相田氏とかね、こう、ありさんにアピール。ね、連番者の子はね、相田さんかな、相田さんにね、あの、制服、裏女制服着て馬かぶって、多分、呪文相田アピールすると思うんで。うん。まあ、とても楽しみにしていますと。はい。って感じですね。で、この後ですね、これで終わりかと思いきや、まあ、駐車場とか、あの、行き方に関する、詳細がですね、ホームページで発表されたんで、ちょっとね、あの、そちらについても、動画を、この後、ちょっとあの、見せていきたいと思います。はい。ってことで、アクアの妻越えのですね、アクセス方法が発表されやした。で、詳細、これ、バスツアー、駅からシャトル、パーク&ライドっていうね、まずバスツアーってね、何ぞやっていうと、まあ、あの、この、まあ、新宿とか東京とか書いてあるじゃん。そこからお宅を乗せて、直接妻越えに行くと。で、2個目、駅からシャトル。つまり、掛川の駅からシャトルバスに乗って、まあ、妻越えに行くパターン。で、これがね、ちょっとね、うんって感じなんですけど、これね、パーク&ライドっていうね、多分、妻越えじゃなくて、駅の付近がどっかに特設駐車場があるのかな、バイクとか。そこに車止めて、そこからシャトルバスで25分かけて妻越えに行くっていう。つまり、妻越えで車とかバイク止めることができないっていうパターンですね。で、バスツアーの詳細見ますか。バスツアーの詳細は、これ確かね、なかなかな値段なんだよね。ほら、なかなかな、9800円から12800円ってね、日帰りバスツアーってね。あ、これが18800円か。まあ、なかなかな。で、まあ、日帰りの場合は、会場、あ、そっか。12時から10、それ8時出発だね、基本。うわ、早い。大宮とか7時じゃん。名古屋は近いね、9時半。だいたいこの時間で出発で会場に着くのが12時ぐらい。だから9、10、11、12、4時間ぐらいかかる、見込みか。で、まあ、出発すると。で、会場出発が19時半から20時半だから、やっぱアクアのライブ、7時に終わっちゃうのかな？ 19 時に終わっちゃうのかな？だって、うん。
そうね、19時に3時間ぐらいで、それ30分ぐらいからちょっと出発する感じか。で、到着が23時半とか、もう24時、もう夜だね。だから、8、9、10、11、まあ、これも4時間か。ノンストップロードかな。ノンストップロードかちょっとわかんないけど、とにかく1万円、1万2000円とかそこいら、なものだね。まあ、ねえ、まあでも、いや、安まあ普通なのかちょっとわかんないけど、まあ直接行ってくれるってことで、まあまあまあ、な値段って感じですかね。で、戻りまして、駅からシャトル。これはあれだね。もう、駅にバスがね、多分数十台結構来るのかな、100台かわかんないけど、まあ、それぐらい来るらしいから、まあ、バスで往復すると。で、さっきも言った通り、アクアのライブはもう浩平さんも言ってたけど、まあ3時間。なぜなら、バスの出る時間帯とか、が明らかもう9時半なんで、じゃあそれ以上やることはないだろうということで、まあ大体3時間ぐらいになるって感じですかね。まあこれ運行状況、まあ12日からですね、まあ妻子行って、で、一応一旦16時半で終了、まあ16時にね、ライブやるから、まあ16時半で運行終了っていうのはわかるかなって感じで、で、帰りも、ここに書いてない、帰り。書いてなさそうだね。まあでも帰りも19時からか、半から多分出るっつったんで、まあ、駅から行く人はこのバスに、乗ればバカ野郎っていう感じですね。で、その後に問題がこれ、コリ。パーク&ライド。そう、駐車場代1500円。まず駐車場止めるのに1500円だね。で、バイクは500円。で、特設駐車場含めたやつなのかな？これ1800円か往復。多分駐車場込みなのかな？含めても1800円で。で、これちょっと申し込み、駐車券と駐輪券か。申し込みすると、で、まだ普通に買えるのかな、多分。バス相当出るらしいからね。いや、でもオタクが密集しちゃうからね。うん、やっぱ普通にまだ買えるね、これ。俺ね、普通に間違えて申し込んじゃったんだよね。そう。俺は間違えてこれを申し込んでしまった。なぜかというと、俺、掛川駅付近にもうホテル予約したんだよ。2泊3日。で、月曜日はね、朝方からちょっとズール沼行こうかなって、ゆるキャン聖地巡礼しながらね、ズール沼行こうかなと思ってるんだけど、そう、だからぶっちゃけね、まあホテルの人に確認したけど、掛川のホテル着いたら、まあそこにまず車だけ止めることはできるんだって。だから車止めて、そこからタクシーで行く予定なんだよね。で、帰りもタクシー。で、タクシーが来なかったら、掛川タクシーに連絡したんだけど、まあ140円、呼ぶことができるんだよ、電話で。で、140円もかかるんだけど、たかが140円だからね。トイレットペーパーみたいなもんで、ね。もう、いや、安いというか、もうほぼ、なんか料金発生しないみたいなもんだし。まあ、それで呼ぶことでできるし、まあ、だからその間にちょっとお風呂、温泉入っちゃおうかなって思ってるね。温泉入って、温泉入ればさ、まあ、ね、まあ、女性の温泉、女子風呂っていうのには、ほら、アクア絶対入ってんじゃん。でもどうなんだろうね。嬬恋のノースなんちゃらってところで泊まんのかな？やっぱ高いから。まさか、サースなんちゃらは、オタクがいるから、多分、メインのホテルである、まあ、ノースなんちゃらってところに泊まんのかな。そこにもなんか特設温泉があるから、そんだったら、宴会できないんだよね。なぜなら、ホテル専用の温泉と、温泉施設があって、俺とその連れの子は、温泉施設の方に行くから、まあ、宴会できるかわかんない。ちなみに、浩平さんはね、嬬恋のホテル泊まるよ。サースなんちゃらだけどね。多分、サースなんちゃらだからね、アクアが泊まるノースなんちゃらとは多分会場が違うとか、基本ね、ノースなんちゃら高いよ。ファミリー連れとか3人とか、なんかすごい2人、なんかエグゼクティブルームみたいな2人泊まる。そういうところ泊まらなきゃ無理だし、俺泊まろうとしたんだよ。6万とか7万するからね。浩平さんのところは確かね、4万、でも4万だからね。普通の人が9000円泊まるんだけどね、やっぱりね、ゴールデンウィークだからね、高いんだよ。いや、ゴールデンウィークだからさ、4万する？だってさ、2018の4月かな？函館ユニットカーニバル。函館の駅前のホテルですら3万だぜ。まあ、3万も相当高いけどね。でも、嬬恋はあれか、やっぱり、もう、レジャー施設だから、リゾート地だから、やっぱ4万円ぐらいしちゃうのか。通常は、なんか1万円ぐらいなのね。まあ、しょうがないか。ちょっと話しておったけど、だから俺たちはもう、俺はもう貧乏人だから、ちょっと掛川のね、1泊5000円、2人で泊まっても、2泊3日で2万円か。しかも楽天ポイントが3万ポイント貯まってるから、その3万ポイント使っちゃえるしね。だから実質タダみたいなもんなんだけど、まあ、掛川もちょっと泊まりたかったけど、まあ、即埋まってたね。まあまあまあ、しょうがないかって話だから。ってな感じですね。
まあ、アクセス方法は、こんな感じ。ちょっと長く喋ったんだけど、アクセス方法はちょっとこんな感じになりますんで。で、ちょっとさっき動画でも、脚注つけたんですけども、デイワンの方もね、連れの子が、一般で、まあ、グッズ付きで当てたんで、やっぱグッズ付きの方が、当選率高いらしいね。なんでみんなもね、だからデイワンはちょっと後ろでキチガイやって、ウマ娘したりとかして、で、デイツーはどうせ最前の真ん中で、そこでウマ娘やったり、キチガイしたり、水鉄砲をね、ビシューってオタクの皆さんと一緒に、アクアと一緒に厄介したいと思います。ってことでね、皆さんもね、まあ、浩平さんと一緒にアクアのライブを楽しみましょう。